1時間で1週間分洗濯と乾燥、しかも畳とやっちゃう。フランチャイズチャンネル。僕はあの3年前にフランチャイズに出会って人生変わったと思ってるんですよね。僕は25年前にフランチャイズに出会って人生変わりました。フランチャイズってすごいっすよね。すごいです。でもなんか世の中で誤解されてたり、まああとね、いろいろ投資とかが絡むんで悩むことも多いですよね。そうですね。なんでね、あの僕もこれからどんどんねフランチャイズ勉強していきたいと思うんで、ちょっとフランチャイズの専門家の竹村さんいろいろ教えてもらってもいいですか。はい。じゃあその名もフランチャイズ相談所。三原社長、はい、三原社長のやってるコインランドリーは、はい、8年からうまくいったら5年で回収できちゃうと。そうですね。いう話でしたけど、はい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 、1800万ぐらいかかるんですよね。そうですね。コインランドリーですよね、はいはい、あの100円玉入れるやつですよね。間違ってないですよね、僕のイメージ。あのコインランドリーが100円玉が積もって1800万円を回収するなんてのがもう全くイメージがわからないんですよね。そうですよね。100円玉何枚ですか。わかんないですよね。すごいですよね。そうですね、すごいですね。18万枚ってこと。そういうことですよね。そんな入れるみんなっていう、ね、入れるんですよ、案外入れるんですよ。だってそんな流行ってますかね、コインランドリー回ってます。なんかそのなんかそんななんかどうなんですかそのあたり。あのね、コインランドリーに、はい、例えば今平日の午後とかに、はい、私があのコインランドリー巡りしましょうなんて車乗せてぐるぐるって回りますよね、はい、3軒回っても5軒回ってもお客さん1人回りません。それ正直に言っちゃうんですか。言っちゃう。え、じゃああれじゃないですか、あのコインランドリー作っても100円でも入らないってことじゃないですか。平日の午後はそうなんですね。平日の午後はダメなんです。ゴールデンタイムっぽいじゃないですか。そんなことないですか。ですよ。その時間にお洗濯できる人は家でやるんですね。おお、なるほどね。ターゲットが主婦なので、はい、主婦の方で平日の午後にお洗濯ができるっていう方はあの家でやるわけですよ、はい、僕はあのお仕事を持ってる主婦の方をメインにあのコインランドリーを作ってるので、はい、まあ、出勤する前にされたりとか、はい、あと帰ってきたら夜やるとか、はい、土日にされるという方をメインでねお店を作ってるんですね。へえ、うん、じゃあコインランドリーにとってのゴールデンタイムはいつなんですか。まあ平日の午前中、朝早くか、まあ土日が一番メインですね。なるほど、土日ですね。そこを見に行くとコインランドリーは回ってるんですか。土日に行ったらめちゃめちゃ回ってると思うんですよ。主婦の方が、主婦の方ばっかり、ファミリーで来たり。そうなんですね、うん、家の斜めドラムの洗濯機使わないんですか。あのね、あれ いいとこ4人家族1日1回分ですよね。まあそうですよね。あれを毎日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 回すと主婦の方でも1日1時間の労働があるわけですよ、まあ、結構大変ですよ ね。で朝の9時から夜6時までとか5時まで毎日フル勤で働いてる人が家帰ってきて7時8時に帰ってきてお洗濯するかというと大変なんですよ。そんな時間がないと。確かにそうですね、うん、であれでまた乾かない、乾燥のことすごい弱いから。あ、確かに乾燥が乾かない。なので干さなきゃいけない。でも干すっていうのは平日午前中干して夕方取り込むのが洗濯ですから、はい、お仕事持ってたらできないということで土日にまとめて1週間分やってしまおうと。へ、私どもの洗濯機27キロまであるので、はい、1週間分の洗濯物を19分で洗濯して30分で乾かして畳んで帰ろうっていう。え、そんな入るんですか。入ります。え、週間分入っちゃう。1週間に一度コインランドリー行けば、うん、4人家族大丈夫。大丈夫。そうですね。そういうライフスタイルの方がいるんですね。いいですね。いいですよ。毎日毎日1日1時間ずつ洗濯に時間を費やすよりも1時間で1週間分洗濯と乾燥、しかも畳とやっちゃうと。それは便利ですね。そうなんですよ。今の女性も自分の時間大事にする時代なので、はい、お仕事をフル勤でやる人、例えばあの旦那さんの給料が少なくて自分がパートしてなんとかって人もいるけども、はい、逆に旦那さんも1000万取ってて自分もあの例えば看護師さんやってるとか課長さんやってるとかってたくさん年収持ってる人ですね、はい、そういう方々もお時間を大切にするために、なんとかコインランドリー有効活用して時間を作ろうということを考えてらっしゃるんですね。そうなんですね、うん、洗濯機持ってない人がコインランドリー行くんだと思ってます。違います違います。みんな洗濯機持ってるんですね。持ってる人が来るんですね。でしかもなんか一人暮らしの独身の、うん、なんかその待合室で漫画読みに行くみたいな、うんうん、そんなイメージなんです。漫画ないですからね。これ、え、漫画ないです。そうなんですか、はい、じゃあ主婦がメインなんですか。そうですね。ドマーニとかね、
クロワッサンとかね、ああいうの置いてありますね。全然イメージ違うんですけど。いやちょっと今までのコインランドリーとイメージが全然違いますね、はい、なんでちょっとそれでもまだ、ちょっと僕は100円玉18万枚、はい、集まるイメージが湧かないんで、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。はい、わかりました。